どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボキャラ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はランキングダンジョンデツ仮面杯落ち込んなしが始まったということで、こちらやっていくんですけども、まず報酬から見ていきましょう。報酬こんな感じ。王冠は 5%、 最近ここずっとね王冠は 5% ですけども、他の報酬もなかなかうまいです。まあ、上限解放だったりイベントメダルもそうなんですけど、まあ、10周年記念玉ドラもそうだし、はい、まあできることなら、メダルが取れる 10% 以内には入りたいかなって言った感じじゃないでしょうか。 20% 以内で一応上限解放か。はい。で、他の細かいところでいくと、まあ、いつものことながらね、消し方ボーナスがあって、それぞれこんな感じであるんですけど、追加攻撃が通常の10倍ボーナス、超追加攻撃が通常の3倍ボーナスということで、はい、まあ、これを生かすランダンになっているんじゃないかなと思います。で、もうね、究極攻略 TV の方でメインアカウントで、旦那さんの編成を参考にさせていただいて、もう王冠圏内に入っているんですけれども、このアカウントもね、編成をそのまま流用することができて、なんでかっていうと、コラボキャラが入ってないんですよ。このアカウントコラボキャラ禁止でやってるんですけど、コラボキャラでいくと、エレキングだけだったので、フレンドさんに用意してもらうことによって、大丈夫です。はい。自分で持っている必要がなくなるといった形になっております。他のアシストとかが若干変わってるんで紹介していくと、リー、聴覚性が 50% 以下強化のアシストが傲慢の卵。スキルレベルは上げてください。あ、潜在もつけてくださいね。で、ネプチューンが聴覚性スキブプラスの、アシストが傲慢の卵。潜在はいりません。で、ゼローグが、アシストがゼラの武器。花嫁ゼラか。超追加攻撃を足しておりますと。で、ドットエイルが聴覚性回復 L 字消しにして潜在でスキブを持っていると。アシストがハイビスカスのハーバリウム。これがね、15個ずつ生成で、まあ、さっきまでの傲慢の卵もそうですけど、こっちか。はい、15個ずつ生成が活躍します。まあ、追加攻撃組むっていうところでね。はい。で、ネプチューンに関しても聴覚性スキブプラスの、ハーバリウム、ハイビスカスのハーバリウム、潜在は何でも OK です。で、フレンドさんのエレキングロシェですね。聴覚性がスキブプラス。はい、これで覚醒ワッチが攻撃強化で、実際にこの動画の中で王冠圏内に入りたいと思います。メインアカウントはね入ったけど、このアカウントは今組んだところです。ああ、ずれた。こういうゲームです。縦に組んでいくゲーム。まあ、テキストでちゃんと見たい方はね、究極攻略 TV の方を見てください。こっちを喋りながらやるという動画です。反射神経ゲームなんだよな、これ。作られた盤面から縦消しするという。で、3階のエレキングは決まってる。形が。大ダメージも根性で受けれる。これだ。これで超追加攻撃と追加攻撃を組んで、超根性発動させての、はい、追撃。で、あとは、はい、ここも先制受けて、組んで、いくだけ、急げ急げ急げ。220秒は残したいな。きついか、これ。で、最後、グラビティを打ちます。きついか？盤面次第、盤面次第。頑張れ。急げ、急げ、急げ。うわー、ちょっと遅いか。220秒残んないか。残らないと、218か。まあ、約219。これで、まあ、入れたは入れたと思うんですよ。でも今ね、リアルタイムでね、ぐいぐいボーダー伸びてんすよね。まあみんな、これ組みやすいし、みんなこれやり始めたらね、ちょっとでも点数高い人が上行ったら自分は下行くんで、それはそうなんですけど。4、1、2、2、0、8。これはだいぶ危ないやつ。3.6、だいぶ危ないやつ。ちょっと本気出しましょう。もうだからみんながこれをやり出したって考えたら、本当に一瞬でも早い方の勝ちなんで、そういうことですよ。あ、もう遅いもんなー。遅いもんなー。頑張れ頑張れ。
最初から組んでやるといいんだけどな。2列ぐらい。あー遅い、もう遅い、これ遅い、あー遅い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 ので、こういう時はやり直しです。僕はこのアカウントを王冠ちゃんと取ってるのでやり直します。いやでもまあいろいろ説明しましたけど、これで最終日王冠ボーダー残れるかどうかは正直怪しい。あーもう遅いね。まあやるか。次組みやすいかもしんない。そこに期待。あー見極めが遅い。いやもっと早くしたい。ちょっともう一回やり直します。集中、喋るのやめます。お、喋るのやめますからの、お、反応しちゃうって今みたいな感じでお願いします。全集中、縦組の、わー多い、わーい。ボスあれだね、ジン打ってからグラビティで盤面見る時間を、あ、これいいの来たんじゃないの、早いんじゃないの。頑張ろう頑張ろう、これ頑張ろう、集中。ごねごねしちゃったな。まあいいや、頑張ろう。あと2回は縦組のあれがあるからね。ここは決まってるけど、よし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 、いいんじゃないの。あと2回いい盤面ください、頼むよ頼むよ、いいの。うんうん、いや割かし1回目よりは早いかな。で最後銀使ってからグラビティで盤面を見てすぐ組む。うわー、え、早いじゃん1回目よりは。あでも残んないか。あ残ったか。あーまあ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 、これでさあどれくらいになったのでしょうか。414、まあ多分この辺が基準になってくるんだよな。414、もうちょっと早くする必要はあって、これでやっと今 1.3% でしょ。まあ二色陣の組みやすさ次第みたいなところがだいぶあるんじゃないかなっていう、その画期的なね新しい編成が出てきたらあれですけど、ちょっといい盤面引ける気がするから、もう一回だけいいっすか。あの全然途中で諦めるかもしれないですけど、あいいの引ける気がする、いいの引ける気がするモード入ってます。引ける気がするときは引ける気がするんですよ。あそういうことです。おぼろげに浮かんでくるんですよ。しげしげチャンネル。